Bonjour! Online France Go Gakko! Ensemble en français coach のVanessaです。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。バス停でバスを待っていた時、待っていたのは私だけでした。でも電車を待っていた時は私だけではありませんでした。さて、フランス語で、待っているのは私だけですと、待っているのは私だけではありませんと言いたいとき、どうやって言えばいいんでしょうか。待っているのは私だけですは、Ce n'est que moi qui attend。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 待っているのは私だけではありません。は。Ce n'est pas que moi qui attend。Ce 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 n'est que moi が、それは私だけだ。Ce n'est pas que moi が、それは私だけではないです。二つとも、とっても似てるので、注意してくださいね。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、Ensemble のレッスンでお待ちしています。Au revoir! À bientôt!